本気ないの。いや、お元気してる。いや、腹いっぱいすぎてダメだ。ソフトクリーム、俺の立ち上げ、俺のソフトクリームみたいなのって結構良くないですか。南が丘牧場とか、俺のソフトクリーム、まあ確かにサブリナとか、その中華とかあるばっかりだ。たまにはそういうのソフトクリームね、丘牧場のあんまりないと思うんだよ。まあな、いや、1回ぐらいやってるのはいいと思う。3分5分喋りながら、うん、違いがよ、うん、そのガンジー牛ぐらい違っきゃ分かるけど、こっちはでも違うんだよ。おっさんはソフトクリーム食いたがるんですって。おー、うん、結構、うん、お父さんとか食ってますよね、うん、じゃあ俺の方で探せばいいの。何よ。いや、もうかよ。いや、お父さんがいいです。食えるお前。いや、おめえ食えよ。おめえも食えよ。俺一人で。あちこちあるじゃないですか、牧場。あるね。やっぱ梨のばらしが香るんですよ、うん、そういう牛に多いんで、俺は結構いいと思うんですよ。女の人とかも見るし、あんまないですよね。みんな結構ラーメンとか、まあね、多いですけど、うん、俺のソフトクリームってよくない。俺昨日ピンときたんだよ。普段なかなか歩かないから、ちょっと面白いです。なんか、石田屋さんまで。いや、なんかちょっとおしゃれな、素敵なお店が。そう。うん。多分あそこでオレンブラ入っちゃう。これも、ここも、あれですか、飲み屋街が続くってこと。ちょっとあるんですけど、もうあそこ石田屋とか。そうなんだ。なかなか、探索しがいがありますね、宇都宮もね。本当に、うん、ここ行って、あのキラス行けばゲーセンのダライアスあります、はいはい、ダライアスずっとダライアスすんだ。一発やってから行きます。いやいや、もうタクシー拾って行きますよ。二人同時プレイできるんですけどね。今ですね、キラスって餃子、いろんなお店が集まってる餃子ミュージアムみたいなとこがあるメガドンキの下にあるんですけど、そのキラスのすぐ隣にこのゲームコーナーがあるんですよ。でレトロなゲームいっぱいあって、俺このダライアスがすごい好きで、これを下タグロとやりたいと思います。ちょっとやろう。これね、1と2とあるんだ。これ1と 2?1 と2あるよ。うん、あ、2と3でやるか。
なんで俺、なんで俺どれが敵だか分かんないんだこれ。どれ撃てばいいんだこれ。あ、俺青か。なんだよ。俺青だよ。なんだよ。これ共同で使ってんの。1クレジットにして3機を共有しました。だよな。おめえ全部使ったんだ。俺1回しか使ってない。いや行きますか。はい、一言。ずっと言ってたんだ、これやりたいって。お前2人でなんとは小西さんと濁してたのに、これやりたかった。次もっと拓郎に鍛えてもらって、またリベンジに行くよ。次は1名クリアします。有志工事のチャンネルの登録お願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくねってやつね。